塩見、金子両投手の先発で始まって、塩見の立ち上がり1回です。ツーアウトの後伊藤優三振です。上々の立ち上がりを見せました。そしてその塩見の期待に応えまして、この金子から点を取ります。2回裏になります。ツーアウトランナー3塁2塁、バッター島内です。昨日も西からいいところでヒットを打ちました。今日もこのセンターへのヒットです。これで2点を入れます。まずイーグルスが2点を先行しました。塩見も3回までは非常にいい投球、1安打のみでした。しかし4回に捕まります。足立を塁に置いて、そしてまず糸井です。これが19号の同点ツーラン、2対2となります。軽く打ったんですが打球は伸びていきました。このあとワンアウト3塁2塁で川端犠牲フライ、3対2逆転。そしてツーアウト3塁から島田の時にワイドピッチがあって4対2で、その島田がプロ入り初めてのホームランを打ちます。これで5対2になります。まあ、流れ的にもツーアウトからいいホームランが出ました。それでもまだ手を緩めないこのオリックスですが、伊藤いてヘルマン右方向へのこれもヒットになりました。タイムリーツーです。これで6点を取ります。6対2になりました。4点差がつきます。さあ、その4点を追うイーグルスですが、その裏すぐに1点を返します。ワンアウトランナー3塁1塁、金子を攻めます。島、初球でした。ライトへのヒットです。これで1点を返して6対3、3点差。さあ、これから行くぞという、そしてまた金子を随分攻めていたイーグルスの打線でした。しかしなかなか追加点が入りません。7回表、オリックスの攻めはワンアウト3塁1塁、ピッチャー西宮、バッター俊太、ここはゲッツーで仕留めて点を許しません。6対3変わらずです。そして8回です。まあ、佐藤攻めますが、増田は三振、銀次は出ているんです。しかし西田も三振、ツーベースの銀次がなかなか戻ることができません。結局島も三振、そのまま残ってしまいました。6回3変わらずです。そして9回の表になります。ファンミルを攻めてランナー一塁から中村のヒット、これで一塁のヘルマンが一気にホームができます。まあ、大きな1点が追加されます。7対3となりました。4点差。そして9回には平野がマウンドに行きました。最後は代打の藤田、セカンドゴロ、これで試合終了。昨日に続いてオリックスが勝ちました。連勝です。結局今日の試合は7対3でイーグルスが敗れ、そしてオリックスが勝ったゲーム、金子が16勝目を挙げています。